が、そうそう、勝負だからな。はい、このオケに、翔太には最高に刺さる言葉を乗っけてほしい。はい、どうだ、どうだ、帰ってきたか。はい、もちろん帰ってきました。自信あるのか。めちゃめちゃあります。刺さるか。絶対刺さります。勝負できるのか。はい、もちろんです。そうか。はい、ちなみにタイトルはガッツだぜ。ガッツだぜで言いたいと思います。ガッツだぜ。ガッツだぜです。ええ、うん、まあちょっとわからないけれども、とにかく歌ってみてくれるか。はい、よし、な、行こうか。よっしゃ、紹介で。よっしゃ、行こう。まずまずじゃあ頼むよ。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。ガッツだぜ、パワフル魂。ガッツだぜ、ガッツだぜ、ラフだと根性。男は汗かいてベソかいてゴー。どうです。はい、ガッツだぜ。はい、ちょっと俺には刺さらなかったんだけれども。ああ、いや、あのな、ガッツっていう言葉を持ってきたのは、まあいいと思うんだ。はい、でもやっぱりあの刺さるっていうのはな、分かりやすさだと思うんだ。あ、それはそうですよね。うん、刺さるのはそういうことだと思う。うん、ガッツだぜっていうのはちょっと日本語としてこれおかしいだろう。そう、まあそこ狙ったのかもしれないけども、はい、そこがちょっと分かりにくくなってると思うんだ。ここは分かりやすくな、ガッツを出していこう。はい、ガッツを出していこうで、これでちょっと歌ってみてくれるか。あ、その方が刺さると思います。うん、行ってみよう。はい、ガッツを出していこう、パワフル魂。ガッツを出していこう、水も甘いも。ガッツを出していこう、ツーバット登場。アウトゴーは汗かいてメソかいてゴー。ですよね、僕も歌いながらそういうふうに思ってたんです。それ言ってくれ、その時は。いや、だけどまあ、刺さるなとも思ったし。一緒に作っていこうと思ったっす。ええ、もちろん。じゃあそこの君も。サンコンです。大丈夫か、ミキスケ。ケスケですけど。ちょっと、刺さるっていうことに基づいて、ええ、考えてみたいんだけれども、ええ、ちょっと、思い切った言葉を選んだ方がな。ガッツはダメです。だぜとか、出していこうとかっていうところがちょっと甘いかなと思うんで、ええ、ちょっとここ思い切ってな、ええ、ガッツ共和国。はい、何笑ってんだおい。ガッツ共和国ですか。そんな、そういうのちょっとあんま歌ったことないんで。うん、いや、それはわかるけど、ヒント来ないんですよね。うん、いや、これはあの、本当世界的にワールドワイドにガッツ共和国、これで行ってみたい。うん、坂田どう思う。いや、ガッツだぜより全然いいと思いますよ。こう言ってるから、はい、じゃあガッツ共和国で行ってみよう。はい、じゃあお願いします。ガッツ共和国、パワフル魂。ガッツ共和国、水も甘いも。ガッツ共和国。もったいないな、ガッツって言葉いいんだけどな。うん、いいっすよね。坂田、お前出身どうだっけ。広島です。広島か。ガッツ邪剣のってのはどうだろうな。ちょっと地域限定で、あ、なるほど、広島から火をつけてみよう。はい、広島に刺さ、あのな、はいはい、広島に刺していこう。あ、広島にね。うん、まず広島から行こう。それで刺さるはずだ。ガッツ、ジャケガッツ、ジャケンの。ジャケンの。ジャケンのね。わかりました。ちょっとでもね、僕思うけど、うん、暗くないですか。暗い。ヨネスケはどう思う。ケイスケです。うん、なんだ、どう思うんだ、暗いか。いや、僕はね、思わないですけどね。行きますよ。トーマス。いや、トータス。うん。ヨネスケはそう言ってるけど。まあ、メンバーがそう言うんだろうね。うん。まあ、じゃあ、ミノスケな。いや、ケスケです。うん。非常に君が気に入ってくれてるのは分かったから。はいはい。ガッツジャケンの後に、はい、あのパワフル魂。はい、あの後ろで、もみじまんじゅうと言ってみてくれ。喜んでいきます。うん、はい。そこの君も一緒に言うんだぞ。あ、3本です。うん。ガッツだけのパワフル魂。
ガラチャゲンド。ちょっとこれ違うものになってきたな。いや、まあ、そうですね。そりゃそうですよ。僕かなりね、なんかクエスチョンマーク、ね、ちょっと待ってくれ、ちょっとこっちで考えさせてくれ。はい、じゃ少々お待ちください。はい。変なのがええなんて俺見てもらうもんな。いやいや、けど、まあ、やってみると分かるわけやんか、もう、多いな。実際、当たりも全然ないけど。いや、多分ね、考えすぎやん。もっと、出てきたもんでええと思う。今ちょっと、聞いたけれども、出てきたもんでいいっていう、今非常にいい言葉が出たと思う。はい。うん、ごめんごめん、ちょっと今、聞いてたんだけど。うん、あ、いや、すみません、なんか生意気なこと。いや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 、出てきたものでっていうことで言うとな、ええ、今俺の頭にな、ええ、ポッとこう、ガンバっていう言葉が。ああ、なるほど、ええ、あ、子供が歌いますよね。そうそうそう、ね、子供に刺さって、ええ、子供が刺さりますよね、はいはいはい、うん、どうも、スケキヨ。キンスケです。あ、そっか。じゃあ、歌ってみよう。はい、よいしょ。じゃあ、お願いします。ガンバガンバ、スイも甘いもガンバ。ちょっとむせますね、うん、ね、ガッコが続くんで、ね、ガッとむせました、うん、すいません。ちょっとでも本気でいいと思った今。坂田はどう思う？これ全然いいじゃないですか、うん、到達的にはどうだこれ。いや、なんかすごい調子が軽いっていうか、僕らロックバンドやから、もうちょっと何ていうかな、どっちかでビジュアル系やと思うんで、僕らは。何？いや、どっちか言うたらですよ。何を？すごい、どっちらか言うたらビジュアル系や。何を？あ、すいません、うん、もう力強い言葉の方が、ちょっと、あ、すいません、生意気言って。いや、分かった、坂田、お前なんか、いいことかなんか、とんでんへーなんて、何が、とんでんへー、面白いな、はい、ちょっと今、坂田から面白いことが出た、とんでんへー。はい、あ、でもね、意味ないと思うんですよ。いや、とんでんへーってじゃないか。いや、そうそう、でもね、いかんやろ。いや、だから僕ね、情けなくなってくるんですよ。いや、いやいや、バンドやのに歌ってみる価値はあると思うんだ、うん、そうですかね。いや、意外と違う言葉に聞こえてきていいかもしれないだろう。どう思うんだ、ミキスケは。ケスケです。うん、いや、僕ね、飛んでみてこうね、力強いっていうか、いいんじゃないですか。そう言ってるぞ、タイトル、え、プータスですよ。あ、そうか、飛んでんへんで、ちょっと行ってみようじゃないか。名前待ってますぎやで。あと飛んでんへん、まだまだ打ったなし、飛んでんへん。飛んでんへん、まだまだ打ったなし、飛んでんへん。これね、いや、一生懸命歌ってるんですよ、そうですよ、僕一生懸命やってますよ。俺はもっと一生懸命やってるつもりだぞ。俺はな、この曲をな、本当にアース・インド・アンド・ファイヤーのような、はい、彼らいい名曲作ってる、はい、本当ですね。アース・インド・アンド・ファイヤーにウルフズ続けと、はい、ばかりにこの曲出したいんだ。じゃあテーマは宇宙じゃないですか。そうだ、もちろんそうだ。あ、もうそ、なんか思いついてるんですか。今トータスと俺の気持ちが一つになった。ええ、アース・インド・アンド・ファイヤー、はい、それでいこう。それはバンド名やからあんまり、うん、宇宙だ、テーマはアース・インド・アンド・ファイヤー。これすいいテーマ、とりあえず歌ってみよう。アース・インド・アンド・ファイヤー、アース・インド・ファイヤー、アフタマシン、アース・インド・アンド・ファイヤー。水も言えてないじゃないか。これ難しいっすよ。いや、だからね、その方がいいですよ、ですね、うん、そうですね、まずは、はい、いや、みんなにこう、要は頑張っていこうっていう歌なんだよな、そうですな、いや、そうです、うん、とにかくみんなに、そう、みんなに届くように、みんなに届くように、ええ、その時も頑張っていこうっていうな、一人でも多くの人に刺さるように、うん、刺さっていこうよ、刺さっていこうよ、でさ、トータスは、カットに
さ、ええ、何を頑張っていこうと思った、みんなに対して何を頑張っておっしゃった。まあだから受験とか、うん、恋愛、よし分かった、じゃあ受験とか恋愛を頑張っていこうって歌ってみようか。すごい直接的な、うん、直接が一番刺さる。なるほど、刺さります。直接刺していこう。はい、はい、受験とか恋愛を頑張っていこう。はい、はい、これ刺さるぞ。はい、見えた。はい、行ってみよう。受験とか恋愛を頑張っていこう。パワフルだなし。受験とか恋愛を頑張っていこう。すぐにもあんまり行くぞ。息継ぐとこないんですけど。それは応用鍛えていくか。肺を、肺を鍛える。そう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 、うーん、ちょっとな、あんま僕は見えない。見えないな、はい、いや今見えたって言ったじゃないですか。そう、耳で聞いてみるとやっぱりあの何言ってるか分からなかった。そう、そんなん今言われてる。うん、ごめん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 。うん、なんか何かあるか。寿司食いね、なんてどうですか。いや、それはパクリだね。そんな歌聞いたことないな。ありましたよ。いや、ありましたよ。いや、俺はそんな歌聞いた。いやいや、ありました、ありました。いや、本当にありました。いや、でも俺が知らないぐらいだから、みんな知らないだろ。いや、僕も知らない。俺は誰も知らないはずだ。ちょっと盲点だな。寿司食いね。寿司食いでパワフル魂、寿司食いで熱いも甘いも。すまんすまん、これあの違う人歌ってたな。すごいでしょ。あの耳で聞いてみて思い出した。あ、だいぶ前にもう刺さってますよ、人々。刺さってたな、ごめん、ちょっと考えさせてくれ。はい、少々お待ちください。はい。